勾配緩和用ループ線、集団用ループ線、ループ線は、急勾配を緩和するため線路もしくは道路を、螺旋状に付設した線形のことである。英語では、スパイラル、ループ、スパイラルループなどと呼ばれる。路面電車やトロリーバス、新交通システムの奇襲転液などにおいて、車両の折り返しや、方向転換のため線路を環状に付設した施設は、ラケット状ループ線。 ラケット型ループ線と呼ばれる。英語では、この施設をループと呼ぶ。ブルージオのループ線鉄道は急勾配に弱く、山間部に鉄道を建設する場合には急勾配を避ける必要がある。鉄道の創業期から第二次世界大戦後まも、なくまでは、ループ線はスイッチバックと並んで、勾配緩和として有効な方法として採用された。 第二次世界大戦後の急速な土木技術の発達により、山間部における橋梁、高架橋、長大トンネルの建設が可能となった。例えば、上越線では、単線のループ線区間を複線化した際、新線は、ループ線を採用せず、長距離トンネルで、ループ線の地下部各を直進している。ただ、北陸本線のように、旅客列車より、 勾配制限のきつい貨物列車を運行する都合で、新線側にループ線を採用した事例も存在する。旧東海大新交通東海台東駅のラケット型ループ線路面電車やトロリーバス、新交通システムの奇襲転駅などにおいて、車両の折り返しや方向転換のために環状に線路を付設したものも、ある。日本では少数ながら、ループ線の全体が、 駅の構内に存在する埼玉新都市交通稲線の大宮駅といった例があるがヨーロッパやアメリカなどの路面電車の起点、終点の電停では多く使われている。こうした区間で用いられる路面電車車両では常に一方向への運行を前提として運転席や乗降扉は片側にしかないものが多い。環状線。 あるいは環状運転の位置形態としてのループ線もある。ループ線区間では複数の駅を経由する。この例としては山間ユーカリが丘線やシカゴエルのループなどがある。川津名ダルループ橋滝沢ダムのループ橋道路は鉄道よりも勾配に対する制約は少ないが非常に高低差の大きい区間に建設する場合に採用されている。 山地の高低差を克服する場合以外に、川や海で船舶の通行を可能にするために、両端の陸地部分をループ状にして水面からの高さを確保する場合がある。例えば、2010年に開通した首都高速道路大橋ジャンクションでは、一周約400メートル、四層構造という大規模な二重ループ線となっている。名古屋高速二号東山線には、 吹き上げ連絡路という終端用ループ線が設けられていた。5号、万場線方面から3号、大高線方面への通行は、現在は、都心環状線を用いるが、都心環状線が完成するまでの間は、暫定的な措置として、ループ線を設けていた。また、同じ名古屋高速の1号くすのき線の、黒川 IC は、狭い敷地に設けられた、フル IC であり、 勾配を緩和するために、ループ状になっている。ノルウェー、ドランメン郊外にある、スピラルントンネルは、全長1649メートルの60の、ループトンネルとなっている。大畑駅付近のスイッチバックとループの航空写真。画面左上から登ってきて、トンネルを抜け、画面右の大畑駅に入る。スイッチバックして、ループに入り、画面下に抜ける。 国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成台湾 ZH、独立山三連羅線式のスパイラルループ線、製造鉄道赤角ループ線折り返し用、環状運転用のループ線浅川、ループライン進行時、ループ橋エビのループループ橋を表す、標識に施設自動車道に併設する、島並海道サイクリングロードのループ橋、 ありがとうございます。